もカズリスです。さあ今日もやってまいりましょう。鹿島アントラーズ上昇軍団の秘密公演。さあ今日もやってまいります。いきましょう。さあ前回ですね、鹿島アントラーズなぜ古豪なのか、なぜずっと結果を残し続ける、まあ、チームなのかというところをですね、触れていきました。さらっとですねおさらいしていくと、鹿島アントラーズまあこれまでですね監督15人いた中で、その10人がまあブラジル人監督だったと、まあ完全にですねブラジルの血が流れてるチームだったというところで、結構統率が取れていた、そういうチームであるということが分かったので、まあこれがですね一つ鹿島アントラーズが古豪と、まあ、言われるそのゆえんではないのかというところでですね、止まってたかと思います。そしてですね、まあ、今回も、まあ、その続きなんですけど、鹿島アントラーズにですね入ってきた、まあ、大きな企業メルカリですよね。そことのコラボレーションで鹿島アントラーズこれからどうなっていくのかなというところを今回喋っていきたいなというふうに思ってます。さあ行きましょう。このホワイトボードですね、まずメルカリパワーとはというところでですね喋っていきたいと思います。このメルカリですね、まあ日本を代表する企業、まあこの会社を知らない人はですね、まあほぼほぼいないと思います。よくですねいらないものあると思って、よっしゃこれ売りたいと思ったら、まあ昔はですよ、まあ友達にあげたり、まあ友達にちょっとね、お金をいただいて譲ったりだとか、家族にですねちょっとまああげたりだとか、そういったところがですねまあ普通だったと思うんですけども、今の時代違いますよね。簡単に自分が出品者となって物を売れるという、まあそういうですね匿名のサービスを、このテクノロジーを使ってまあやっていると、まあそういう会社ですよね。でこのメルカリがですね入ってくることによって、鹿島アントラーズの社長が、まあ、前の社長からですね、今の小泉さんに、まあ、変わったわけなんですけども、この歴史結構最近です。実は2019年7月30日この日ですね、アントラーズにとって記念的な日になります。アントラーズとメルカリが一緒になっていく、統合されるということが正式発表されました。うん、2019年ですね、今から2年前のことになります。ここでですね実際にどういう話し合いが行われたかというとですね、メルカリがですね鹿島アントラーズの株ですね、その株を 61.6% 取得したというのが、まあ、一番大きなニュースでした。でこの株式というところなんですけども、サッカークラブもですね実は、まあ、皆さんですねほぼほぼの方が会社で働いていると思います。会社というのはですね、まあ、いろいろな形態があるんですけども、サッカークラブもですね、まあ、一番有名な株式会社という制度を取っていることが多いです。で株式会社というのはですね、まあ、1株何円というふうに決めて、それをですね一般の、まあ、もしくはまあお金を持ってるですね、まあ投資家の方にプレゼンテーションをして、まあうちの株買ってくださいよ、その代わりにそのいただいた資金で経営を回していきますよっていう風な、簡単に説明するとそういう仕組みです。でですねこの株式会社のアントラーズのですね 61.6% を取得したと。でこれはですねつまり、まあこのハテナのところにいます、何を表すのかと、まあ、これ気になりますよね。これ鹿島アントラーズのですね経営権を完全にもらうと、そういったことをこれ表してるんですね。61.6、まあ、つまり会社というのはですね 51% 以上、これをですね株式を持っておくと完全に会社の社長になるんですよ。これ面白いですよね。さあですね、どんなにお金持ってなくても、まあそれ以上取ることができれば、まあ会社を全権握れると、そういうことになります。でですね、このまあ株式のまあトータル 61.6% が果たして何円でまあメルカリ買ったかというふうなところですよね。気になると思います。これ、果てのところです。ズバリ皆さん何円だと思いますか。ちょっと予想つくかな、どうでしょう。はい、正解はこちら、159,700万円。そうなんですよ、この金額なんです。さあ皆さんいかがですか、予想通り。これね、高いと捉えるか、それとも安いって思った方、まあ2つあると思うんですよ。僕はですねこの金額安いと思いました。サッカークラブにしては安いと思った。なぜなら世界のねクラブを見ていった時に100億超えるんですよね、クラブ価値というものは。まあなぜなら結構まずは広告とスポンサーになりやすい、そして何より社会的意義というものをですねサッカークラブははらんでる、含んでると思うんですよ。まあそれっていうのは土日に試合があることで会社で大変な思いしてる、頑張って汗水さらして働いてる、でもその人たちも土日にアントラーズの試合を見れるから頑張れるっていう風な思いがあると思うんですよね。そういったものを提供できる、まあ、もの、会社サービスというものはなかなかないと思います。っていうところでもっとですね高い値段がついてもよかったんじゃないかなっていう風に風にさん思いました。そしてこっからもですねまだメルカリに注目していきたいわけなんですけども、今度下の部分ですね、な
なぜですね、そもそもメルカリアントラーズに参入してきたかっていうところですよ。まあ別にですね、メルカリアントラーズに入ってくることをしなくても会社としては、まあ、そのまま続けてやっていけれたと思います。まあなぜならですね、メルカリが始まったといってもなかなか日は浅いです。これからどこまで多くなっていくかと、そういうレベルの話と思うんですけれども、なぜねサッカークラブに入ってきたのか、これね3つの理由が、まあ、あるというふうに僕は考えてます。まあ1つ目はですね、顧客層の拡大。まあ簡単に置き換えると、お客さんをですね、まあその範囲を広げられるとっていうところですよね。まあ、今までサッカークラブ、まあ鹿島アントラーズだけではないんですけども、スタジアムに来る方っていうのはですね、まあやはり男性が多かった。本当に最近になってですね、女性も結構増えてきていて、結構その会場でですね、まあ多様性が見られるようにはなってきてると思うんですけども、なかなかですねサッカー全く知らないという人には刺さりづらいっていう風な状況になっている中に、メルカリが入ってくることで、これメルカリもですねアントラーズのためにいろいろそのアントラーズの告知をメルカリのお客さんにしたりとかで、逆にですねアントラーズの方にメルカリのことを知ってもらうっていう ところでこのメルカリの、まあ、戦略というのは一つあるのではないかなという風に思ってます。そして二つ目ですね、ブランド力の向上。これ皆さんイメージつきますかね。メルカリという会社ですね、まあこの、まあ、イメージというものを会社は持ってると思うんですよ。僕はメルカリと聞いてですね、結構まあスタイリッシュだなと。で、まあ結構ですね、ちょっともしかしたらベンチャー企業気質があるかなって思うので、中で働いてる人たちはですね、結構こうオラオラとまでは言わないですけど、結構そういう風な精力的な会社だなというイメージを持ちます。というところでですね、そのイメージにまあ合致すると、なんならもっとそのイメージを強化すると、まあそういったですね効果をこのアントラーズとタッグを組むことでですね、押し出せるのではないかな、そういう風なところも戦略としてあるのかなと思ってます。さあ、そして三つ目ですね。これメルカリにとってもすごくいいこと、ビジネス機会の創出っていうところですよね。まあ、J リーグのですね、ビジネスと聞くと、最近だとこのダゾーンっていうものがですね、まあ入ってきたことで、サッカー業界大幅に変わってるというふうな、皆さん感じてるというふうに思います。まあ、ダゾーンはですね、いくらだったかな ?10 年間で2100億円?確かそのぐらいを J リーグに払ってるというふうに聞いてます。さあ、このメルカリもですね、そのダゾーンであったりだとか、あとはですね、J クラブが提携してる、まあ、J リーグが提携しているそういった会社とのコラボレーションなどでですね、また新しくビジネス機会を、まあ、作ることができるのではないかという風な戦略も一つ考えているのではないでしょうか。さあ、ここまでですね、メルカリがどれだけまあすごい会社なのかと、どんな戦略を持ってねこのアントラーズの経営に乗り出したのかというところを喋ってきましたが、まだまだですねちょっとメルカリのその本当の力姿に迫れてない部分あると思います。といったところでこの4番最後ですね、シリーズ最後です。メルカリとこのアントラーズ、どういう風なねこのタッグの可能性秘めてるのかというところをですね最後に喋っていきたいという風に思ってます。ってところでタイトルですね、テクノロジーの可能性と書きましたかね。うん、右にあるんですけど、ちょっと実はねこれ収録の時見えてないのですいませんね。さあ、皆さん質問です。行きましょう。アントラーズにとってどんないいことがあるんでしょうか、メルカリが入ってくることで。さあ、皆さんどういう風に思いますかね。さあ、もうズバリこれだと思います。プロの運営能力を獲得。ここにね、もう集約されると思ってます。さあ、これをですね、ちょっと解説していきたいと思うんですけども、まあ、メルカリというものはですね、まあ、皆さんご存知の通り、一つのアプリケーションです。で、アプリということはですね、まあ、その裏には、そのアプリのコードを書いたり、まあ、そのアプリをですね、まあ、改善しながらバグとかよく起こるのでね、そういうものを、まあ、作っていける、改善していけるエンジニアがですね、必ず、まあ、いるわけです。で、メルカリはですね、もう、その会社の中で働く人のほぼほぼが、おそらくエンジニアなのではないかなというふうに、しかもそのアプリケーションに特化してるですね、エンジニアの方ではないかなというふうに、思ってます。っていうところでですね、まあ同じグループになったわけなので、もちろん人材のですね、移動もあるわけですよ。ということは、このアントラーズもですね、そういった形でアプリを運用していたり、あとはですよ、アントラーズの場合はホームページをですね、運用していって、そこで、グッズを販売したり、あとはネットショップなども運営してると思います。そういったですね、まあお客さんに見えているところに優秀なメルカリのエンジニアの方が移動してきたら、皆さんこれどう考えても質上がりますよね。だってメルカリっていうね、まあ、あれだけヒットしてるアプリケーションを実際に、まあ、使ってる作って
ってる方々ですよ。そういった方がもう来られたらこれ100人力ですよね。これ何もねもう言うことはないと思います。でそれだけではありません。やはりメルカリというですね、いくらベンチャー企業といっても会社としてですね運営していく、そのスキルというものはねやはり素晴らしいものがあると思ってます。まあ具体的にどういうことかというと、まあサッカークラブという一つの会社を経営していくときにですね、まあ一番上にはオーナーがいて、まあその上には株主がいると思うんですけども、その会その社長の下にですね、まあいろいろ役職があって、まあ取締役がいたり、あとは部長がいたりですね、で一番下には一般社員がいるわけですけども、この組織としての運営能力、統率を取りながら事業を展開していくっていうところのスキルもですね、メルカリの取締役の方が移動されたり、まあもちろんですね、今のアントラーズの社長はメルカリの元社長だったわけなので、そういったところのテコ入れはもう最初にですね手をつけられているのではないかなというふうに思いますが、そういったところでも運営能力の向上、まあ組織としての動きの、まあ、強化というところでですね、アントラーズにとってもすごくメルカリが入ってくることでいいのではないかなというふうにも思いますよね。さあそしてもう一つですね、いいことあるんですよね。まあこの事業体制の強化ですね。もうここはですね本当にテクノロジー様々という感じだというふうに思ってます。さあどういうことかというとですね、さあこのハテナのところを皆さん思いつきますか。ほにゃららほにゃららを完全導入。さあこれ何でしょうね。さあ正解はキャッシュレスの完全導入ですね。さあキャッシュレス、皆さん今更小銭とか使ってないですか。どうですか。わざわざこうやってお店行って105円です、105、100、200しかない、あ95とかやってないですか。この時間どうでしょう。皆さんやってないですよね、こういうこと。一つですね、もうペイペイとかをペッすればもうこんなお釣りなんて気になりませんよ。もうそういうのが当たり前の時代になってる中で、アントラーズもですねこういった分野に乗り出したわけです。さあこれによってですね、もちろんお客さんもまあすごく支払いが楽になる。ちょっと小銭ってね手汚いですよね正直、僕はあんまり触りたくないっていうところでいいとこあるんですけども、これメルカリにとってもですねまあすごくいいことがあるわけです。さあどういうことかというと、まあちょっとカッコで書きました、この自動的にですね顧客の情報を得られるというところです。これというのはですね会社にとってすごく大きいことだと僕は思っていて、どういうことかというと、お客さんがまあそういったペイペイ、まあもしくはクレジットカードで支払うことで、これ顧客の情報をまあ何歳なのか、そして性別はどっちなのかっていうデータもですね実は得られるんですよ。っていったところをまあ実際に紐解いていけば、どういった年齢の方がどういったグッズを買ってるのかとっていうところのマーケティングにもですねつながる貴重な情報を得られると、っていったところでですね、このデータ化というのは支払いを便利にしてるだけではなくて、そういった実際の次の事業につなげれる貴重な情報を得られるというところでも役立ってると言えるんです。さあそういったですね、キャッシュレスによって得られたデータを元にですね、まあメルカリこれから今もですねやってると思うんですけども、さあどうでしょう。一つね考えられるのは、メルカリがですね独占的にアントラーズのグッズを販売していくっていったことですね考えられると思います。まあ基本的にですね J クラブの、まあ、グッズ販売などはですね、そのクラブがまあ一つ権利を持って、まあ、別の代理店的な感じでライセンスを渡すと、あなた方うちのクラブのこのグッズ、このマフラー販売していいですよ、でもらった側は ありがとうございます、そしたら販売させてもらいます、ただしそういった販売して売れた額のこれだけアントラーズさんにお渡ししますよっていう感じのですね、契約を結んでることが多いです。っていったところでですね、メルカリが独占販売する、ただですよこれですね、まあ、メルカリがですね今入ってきたことについて結構ポジティブなことを結構言ってたと思うんです。いろいろいいこと、いい側面実際にあるんですよ。でもそれによって実は損する人もおそらくいるのではないかなというふうに僕は思っていて、でここで考えられるのは、今までアントラーズのグッズをまあそうやって委託を受けていた方々が、まあ、もしメルカリ独占販売ってことになったら、いやちょっとうちでも売らせてくれよと、頼むよ、なんでメルカリさんそんな強引に持っていくんすか、今までアントラーズ支えたの誰だと思ってんだみたいなこともちょっとですね起こりかねないなと、っていったところでメルカリこの辺もですね賢いので配慮してると思います。で例えばですね、そういう風に独占販売するんだけども、仮にですねアントラーズをグッズうちのメルカリのプラットフォームで売っていいですよっていう風な戦略も一つ考えられると思います。
ただですね、このやっぱりどうしてもイメージとしてテクノロジーと、まあ、アントラーズのこの歴史っていうのはですね、なかなかね掛け合わせが難しいなって思われてる方もいると思うんですよね。メルカリがこのアントラーズのその歴史というものをですね潰してしまうんじゃないか、ブランドに傷をつけてしまうんじゃないかっていう風なことも考えられると思います。さあそういったところですね、まあ今2021年メルカリが入ってきてまだ2年も経ってないぐらいですよね。この期間しか経ってない中でこれからメルカリがどういう路線でアントラーズのブランディングをしていくか、ここがですね結構メルカリに問われているところではないかなというふうに思います。その見せ方によってですね、実際にお客さんがアントラーズうわーなんかかっこいいっていうふうに思うのか、それともうわーなんかテクノロジーとのコラボすげーなっていうところでさらにこうマウントを取っていくのかっていったところの見せ方でアントラーズのこれからの行く先というものは変わっていくのではないかなというふうに思ってます。さて今日の投稿は以上になります。この YouTube スポーツ大学は日本のサッカーファンの熱量を世界一にという思いで運営しています。 TikTok ではですね週に3回プラスライブ配信2回をですねやっています。そして最後にクラブハウスもですね私本名カズヤイタイという名前で登録してますので、こちらもぜひフォローしてもらえればと思います。これらのアプリ通してですねサッカーを生きがいにされてる方とぜひですねどんどんつながっていきたいというふうに思ってます。それではアディオース。